こちら、この在留資格は複合的な在留活動ができるほか、在留期間も一律5年が付与されて、永住許可要件の緩和もあります。その他優遇措置も多数ありますので、気になる方は1回自身の高度人材ポイントを計算してみましょう。